皆さん、新年の特番、第2弾です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。令和4年2022年、今年がどういう年になるのか、昨日から、元日からですね、お届けしました世界が見えない日本の危機第2弾ということで、お送りします。ペマ先生とよろしくお願いします。お話をしたいと思います、はい、それで、ですね、世界が見えない日本の危機なんですが、はい、やっぱり見えてないですね。で特に私が思うに、はい、インドに対しての認識がどうも、はい、一般的にこうあんまり行き届いてないなと。で特に外交専門家や政治家でもですね、外務省ですらですね、全く分かってない面があると思うんですね。どうですか。まあ、一つは、はい、例えばその1950年代、はい、日本が独立主権を取り戻してから、はい、インドが一番日本に対してお世話したんですよ。そうですね、いろんな機関で、国際機関に日本を、はい、入れるように努力したり、はい、それから世界の首脳で一番先にネルが日本に来て、そうですね、で盛り上がったし、それで象もね、象のプレゼント、インディラ、名前をつけた象をプレゼントしてくれた、はい、でそれから当時インドはまだ独立して間もないからお金ないんですけど、日本が経済再建をするために、国を再建するためにはどうしても鉄が必要ですね、はい、だからインドはその日本に対して生の鉄を優先的に日本に通した、うん、でまあ、日本もその後、例えばその ODA 出せるようになった時に、はい、一番最初日本はインドに ODA 出したし、はいはい、でまあ、それには理由が2つあるんですね。1つは東南アジアの国々にもらいたいんだけど、うん、日本からもらうということは当時ちょっとまだ感情的なものがあった、だから誰かがそれもらいました、うん、それインドがもらって、それで岸首相がインドに行ったり、そうですね、それから日本の皇室外交も戦後、はい、多分インドが最初ですよ。そうですね、今の上皇様、当時の皇太子、はい、殿下、妃殿下がインドを訪問されて、でところがやっぱりそのアメリカにとっては、対ロシアの対ソ連ですね、当時のソ連ですね、でそれでまあ中国をどうしてもその重視することと、あとパキスタンをずっと応援してたから、でそれでインディラ・ガンディがニクソン大統領の時に行った時に非常にこう上目線で喋ったから、彼女途中から帰っちゃったんですよ。でその辺からちょっと関係が悪くなって、でその後、まあ、彼女は下からはナクサライトとかマオシトとか中国がどんどんその革命というかまあ問題を起こさせて、まあ、工作をしたわけですよね。向こうから中国、両脇は東パキスタンと西パキスタンがあって挟み撃ちになったような状況、はい、まあ、その中で彼女、そしてアメリカはですね、当時インドのインテリには受けてたんです。まだ親米派がいましたから、はい、だから彼女はもうあちこちからこういろんな勢力が圧力かけている中において、うん、まあ、幸いにしてバングラデシュが独立する時、はい、でその時まではインドはまあ、自分たちで頑張ったけど、その時アメリカの軍がバングラデシュの封鎖しようとした時に、まあ、ロシアがそれを阻止した、はい、まあ、その辺からインドとロシア、うん、当時のソ連、結局それ以外に頼れるところはないということで、うん、そうなりましたけど、はい、あとですね、私思うんですけど、はい、もしかするとですよ、当時のアメリカにしてみれば、はい、日本とインドが結びつくのが怖かったんじゃないですか。それはあると思いますよ。ですからそれはまさに大東亜戦争の、はい、再現ですからね、はい、結局ですね、アジア、特にネルは神聖アジアという言葉を使って、はい、
例えばチベットの犠牲になった面もあるんですね。ネイルとしてはアメリカとか英国がもう一回チベットを助けるという名目で入ってきたら、うん、そのまま居座るかもしれない、うん ですからその日本 の新聞記者はインドはカースト貧乏、うん、そういうそのライブ用、はいはい、そういうそのマイナスのニュースばっかりこう流してて、それで日本人の頭の中にはいつの間にか貧乏のインドが定着しちゃったんですね、うん、ところがやっぱり1990年になるとインドはもう IT 関係で、いやそうですよ、それやっぱり知的レベルが高いですからね。でそれはアメリカはやっぱりね、例えばアメリカは天安門事件なんかの時も非難決議はするけど実際協力するというと同じように、インドの優秀な人たちをどんどんアメリカに連れて行って、でアメリカ のシリコンバレーとか、はい、それからソフトバンクのシリコンバレーとか NASA 宇宙センター、インド人の活躍がどんどん大きくなって、そうですね、で そのうちアメリカはインドの優秀な大学の学生たちに対して、うん、卒業する前にも奨学金出してるんですよ、うんうん、そういうことやるんですね、青互いですね。でそこでアメリカがインドに対していろいろ約束したことを、うん、まあ、お尻拭きじゃないけど今度日本にやってもらうことはすごい良くなったの、うん、今度はアメリカから見ても日本とインドが協力することがすごい良くなったから、うん、それで2000年 のモリス首相のインド訪問から、まあ、日印関係が徐々本来あるべき姿に戻って2020年、ちょうど2000年ですね、はい、でまあ、それから政府と政府の関係においては多分今準同盟国に近いと思うんです、うん、インドと日本はもう2プラス2もきちんとやってるし、そうですね、それでやっぱりマラバールに日本の海軍が参加するようになったのが大きいですね。だからそれも安倍政権の時だからできたわけですよね、まあ、本当にそういうことは結局ですね、まあ、ある意味で中国に感謝しなくちゃならないんですよ、うん、中国がああいうふうに脅威になると別にインドが、ね、日本好きだからだけではなくて、うん、インドのためにも、ね、今インドが、それはそうです。みんなね、だって世界中どこの国だと同じでね、自国のためにみんな動いてるわけでね、別に仲良くするためにやってるわけじゃないわけで、そうなんでこんな原則が分かんないのかなって日本人がね、それ分かんないじゃないですか。それから今日本は少子化時代ということで、はい、インド その人口は40何パーセントはもう40代以下ですよ。そうですね、で非常にまだ若い、だからね、私思うんですけどね、チャイナの留学生の問題っていうのは大きな問題になってますよね。で非常に今増えてる、で人数も多いですし、在日韓国人よりもはるかに多い人口がもう日本にいるわけですね。でそれがもし有事になった時はですね、全部大変なことになる、もう僕の法律では協力しなくちゃ。そうです、国防動員法という法律でもって人民解放軍との指令の下で全部動かなければいけないわけで、それ人間もそうだし、あと車両だとか船舶、民間の船も、もし日本の 港に泊まってるその貨物船があったって、全部人民解放軍の管轄下に置かれるわけですよね。だからとんでもないものを今抱えちゃってるわけで、うん、そういう意味で言えばあれですよ、インドからの留学生をね、特別に呼ぶようなそういう制度を作るとかですね。実際アメリカにおいては毎年インドの留学生と中国の留学生の数ほぼ同じなんですよ。だから日本はだからそれやんないとダメですよ。でだから日本 の大学も今慶応、東大、立命館、いくつかの大学は、うん、コロナがなかったらインド人増えてました。インドに、うん、事務所、合同の事務所を作ったり、そういうことをし始めてはいた。やっと、はい、やり始めたって、はい、それがね、もっともっと育っていくべきだと思いますよ、はい、だって少子化でいろんな大学がもう経営難に陥るなんてことはもう分かりきっているわけです。でそういうところがですね、みんなそのチャイナを頼りにするようなことをやっちゃってるわけですよね、はい、それで文科省もそういう形で動いてる。
でその例えば授業料がね、免除されるとか、とんでもない。で日本人が高い学費払わなければいけないのに、なんで留学生が、あの国費留学生でもないのにね、あの優遇されるのかっていう、そういう問題があるじゃないですか。でそれだったらばあれですよ、インドからの留学生、それからね、あと一つ、これはねエルドリッチさんと話をした時に私気づかされたんですが、アメリカも格差社会がすごくて、大学行ける能力があるけど大学行けない学生があの結構増えてるんですね。でもうものすごいローンを背負わないと大学に行けないわけですね。でそういったアメリカ人たちもどんどん日本に呼んじゃえばいいと思うんですよ。そうですね、だからあのアメリカとインドの留学生を、あのいっぱい日本はね入れた方がいいと思いますよ。まあ、あの南アジア多分もっともっとね、はい、あの入れる必要あると思うんです。そうですね。で、まあ、それとあとあの実際ですね、あのインド人の方が漢字勉強するとちょっと苦労するんですけど、ああそうでしょうね、日本語はすぐ覚える、うん、あの例えば僕岐阜で14名の、はい、あの留学生をの、まあ、時の県知事とか学校が協力してくれてあの読んだんですね、はい、で卒業するまでにみんなあの日本語能力検定1級取って、おうおうおう、それからあのみんなあの就職できてたんです、うん、日本企業に就職できたんですか。日本企業とあとあの、まあ、岐阜の県の国際交流とあとあのインドの日本大使館とか、はい、まあ、あのやっぱり仕事はそういう意味で本当に、あの、あるんですね、はい、でそれから日本の場合にあの特にそのインドの人たちはあの多神教ですから、はい、そういう意味 ではですね、分かり合います、そうですね、日本なんかも完全に多神教風土ですから、ですからあのもうちょっとその、うん、まあ、ただあの安倍さんはねそれに気がついて、うん、インドに1000人 の先生を育てる計画もね、はい、あの予算もだあのしてるんですけど、ただそういうことが実際その役人の段階で実行しているかどうかがちょっと問題ですけど、うん、あの安倍首相の時はあのいろんな意味で、もっと留学生を増やすこと、それから日本に、はい、あの技能研修生を入れること、うん、そういうことはあの相当その条約はたくさんできたんですよ、はいはい、だけどその条約を実際その実行するのが今度役人 になるわけですから、うん、なかなか、そうですね、そういう意味で言うと日印関係もあの安倍時代にこうかなり発展しそうな土台はできたんですけども、はい、実際新幹線だってあれですよね。そうです。あのね、止まっちゃったままで、あの本当は日本の方が高かったんですよ。だけどでもインドはインドが日本を選んだんですね。日本を選択しましたね。でまたインドがあの日本を選びやすいように安倍さんの方からも、うん、そのローンをものすごく安いローンで、なるほど、あの提案してたんです。うん、だからあのそれはあのインド側もあの、まあ、政治的決断で、例えば中国よりもね、あの相当日本の方が高いです。うん、でもインドはあのインドはでもそれ決断したわけですね。決断したんですね、うん。で、日本もそれができるような環境を作ったんですね。うん、インドがちょっとやりやすいように、なるほど、あのものすごい安いローンを組んでくださって、うん、それも多分あの返済期間も長いいい条件を作ってくださったんですね。うん、でその結果あの安倍さんがあの退任するときはインドと日本はあの戦略的特別戦略特別もついて特別戦略的グローバルパートナーということで、はい、あの非常にいいあのほぼ準同盟国のようなそうですね、今そういう関係になってるってことを日本人は知るべきですね、あの、2プラス2ももちろん行われてますし、あとあの軍同士の情報の共有化がもうできてますね。できてる。それからあとあの首脳同士がお互いに1年ごとに訪問すると、はい、これはね今日本側のでストップかかってる、うん、あのまあそれはねコロナウイルスがまあそうですね、あるから、はい、まあ本当はね来年あの来年というか今年ですね、はい、あの2022年はあの日本が行く番だったと思いますので、はい、ぜひあの岸田さんにですね、あのそれこそ
あの外遊、まあ、アメリカ今待ってますから、アメリカがいつちょアメリカ今なんかあのオミットされてるみたいな、あのむしろそのインドあたりに行った方がね、うん、いいと思うんですよ。中曽根さん昔どっかあのアジアの国に行ったでしょ、はい、中曽根さんの時は。だから別にアメリカが最初じゃなくてもね、いや、インドに行くべきじゃないですか。行ったら面白いと思うんですよ、あの少なくてもね、中国が気にするし、いや、それはそうですよ、ね、うん、チャイナに行くより100倍以上いいですからね、その方がね、でちょうどまあ来年はあの日印、国交樹立、今年ですね、今年70周年ですから、はいはい、これもね大きいですね、あの日本とインドの関係っていうのがね、改めてあの見直されるべきだし、さっきペマさん最初におっしゃった日本がやっと1952年昭和27年に主権回復ができて独立した時にですね、インドがその後多大な貢献をしてくれた、助けてくれた、まあそれはインドにしてみれば自分たちの独立を日本が土台を作ってくれたっていうね、そういうやっぱり意識があるから、いや、それあるんですよ、あのだからやってくれたわけですよね。室戸先生がインドの大統領と会った時に、大統領から本当にありがとうって言葉があったんですよ、うん、でそれはあのインドに日本が独立させてくださったとは言えなかったけど、うん、日本のおかげで我々は独立早く勝ち取ることができた、はい、ということを言ったんです。でそれを室戸先生が帰ってから自分の選挙区でその話をしたんですよ、はい、そうしたらまたどっかの新聞がスクープしてね、うん、あの室戸がその先の戦争を正当化してるなんて言って、ね、とんでもないことを言うんですけどね、まあ今だったら通用しないでしょうね、そういう論法は。でもあの当時だったら、でもアジアの中には、あのインドのその時の大統領のようなことを言う人たちはいっぱいいるんですよ、まあ、それはそうですよ、インドネシアだってそうですね、でそれをもうちょっと本当はね日本のメディアが取り上げるべきだ、まあね、日本のメディアはそれは無理ですよ、あの要するに 今だってもうそのカスみたいな状態になっててね、うん、で結局その GHQ が作った情報空間っていうものをですね、そのままずっと維持してますからね、うん、まあ、そこが一番問題で、だから世界が見えない日本というテーマでペマ先生とお話してるんですけど、その理由の大きな理由の一つがやはり日本のメディアにあるんじゃないですかね。だと思いますよ、はい、あの日本のメディアは正直言ってね、あの例えばその中国あるいは北朝鮮のように、あの歪曲はあまりしないと思う、嘘を書かないと思う。ただし、いや書いてますよ嘘も。あ、そうそう、まあ、私の経験から言うとね、はい、まあ、比較の問題だって、あの中国とかそういう国に比べる、まあ人民日報に比べれば嘘は書いてないかもしれないですね。だけど日本の場合に国民に何を知らせるか何を知らせないかという判断をするんですよ、うん、そこが問題なんですよ、そこは僕はね、本当国民をバカにしてる、そうなんです、要するにね勝手に選んでそれで伝えないものを決めちゃって、そう、報道しない自由があるなんて勝手に思い込んでね、うん、メディアとしてあるまじきことをやってるわけですよね、A と B2 つの情報があったけど、そうそうそう、こっち A の方を今紙面に書いたらね、これは自分の社にとって自分の社論とね、ちょっと外れることになるからって A を隠しちゃってね、それで、まあ、一切報じないで B だけ報じる、うん、その繰り返しをずっとやってきましたよね、うん、で私は、ね、今でも覚えてるのは、ね、今からもう8年前ですから2013年にですね、小野寺外務大臣が、はい、インドネシアに行った時にですね、インドネシアの国防大臣に取材した朝日の記事があったんですね。でその時に小野寺防衛大臣、防衛大臣、はい、小野寺防衛大臣がですね、でその時に、安倍内閣が掲げている憲法改正に、うん、全面的に賛成すると、うん、で日本軍として復活してほしいっていうことをインドネシア の外務大臣だったかな、参謀長だったかちょっと忘れましたけど、そういう発言をしたんですよね、うん、それとね、あとフィリピンでもですね、同じことをやっぱりあの時小野寺さんが言った時やっぱりそういう返答をもらったんですね、うん、その時に朝日新聞一切書かなかったんですよ。で
あのインドネシアの時は記事にしたんですが、こんなちっちゃい記事、うんうん、あの日本の憲法改正に賛成っていうのは、ね、うんうん、まあ、載せないとまずいと思ったから、でもこんなベタ記事ですよ、うんうん、でもしあの時ね、いや待ってくれ、日本はまだ憲法改正するのは困るって、もしその時インドネシアの言ったら多分国防長官が言ってたら一面トップですよ、うん、多分そうですね。そうなんですよ、あの、まあ、似たようなことが、はい、あのパウエル国務長官が、はい、かつて日本が安保理の常任理事国に履行しようと言った時に、はいはい、あの小泉時代ですか、その時は。確か小泉でしょうかね、あのそれでパウエルさんの方だったと思うんです、ライスさんじゃないと思う、はい、あの今の日本の憲法では、うん、その国民常任理事国としての役割を果たせない。なるほど、それは正しいですよね、はい、だから間接的に言えばアメリカも、うん、感染か、はい、早く会見しろっていうことです。そういうことですよね。でそういう時はちゃんとあんまり日本は書かないし、はい、それからもう一つは例えば尖閣諸島に対して、はい、あの日本語の新聞には分かりませんけど、うん、英語の場合には必ず尖閣諸島、はい、スラッシュみたいで中国名書くでしょう。ああ、商業、ね、自分の国の中で自分の領土に対してなぜそういう必要があるかと、あ、それ知りませんでしたよ。日本の英字新聞がですか。日本の英字新聞書きますよ。そんなこと書いてるんですか、うん、それからあの、それは知らなかったな私。それからもう一つは驚いたな、日本の姿勢下にあって、うん、中国も主権を主張しているというようなあれもほぼ同時に書きますよ。わざとそんなこと書くんですか。日本の領土書く必要あるから、日本の領土って書かないんですか。だから日本の領土書けばいいんだけど、領土って書かない。それはあれですか、朝日イブニングニュースですか、それともジャパンタイム、ジャパンタイムスとか、ジャパンタイムスもそのジャパンニュースもそうだったと思いますよ。デイリー読売もそういう表記なんですか、ね、だからあのそれは僕は何回も言ったから、でもこの最近あんまり見てないけど、ジャパン最近は尖閣諸島そのものは、まあ、記事になってないけど、前に記事になってる時はそういうふうに書いた、はい、間違いなく書いた。でもジャパンタイムズはあれですよね、昔と比べると少しまともになってきましたよね。あのよくはなってますよ。 かなりよくなりました。英字新聞の方がね、ええ、あのはるかに例えばそのこのインド太平洋構想とか、はいはい、コアドの問題とかそういう方に対してはね、英字新聞の方がそうですね、あのやっぱり世界に対して日本の顔だから、多分ちゃんと書いてます。いや私びっくりしたんですよ、あのクアッドができた時にジャパンタイムズの記事を読んだ時に、あのリチャード・ヘイダリアンっていうあのフィリピン人のジャーナリスト、アメリカに住んでるジャーナリストが書いてたんですよ。で、リチャード・ヘイダリアンが書くんだったらびっくりしてね。それであの私知ってましたから、彼が今までどういうものを書いているのか、よくナショナルインタレストに書いてる人なんですよ、そしたらねものすごい評価して書いてあったんですよ、それでヘッドラインがね、日本のアジアへの回帰っていうね、本当に驚くでしょ、そういう見、そうなんですよ。いやそれをね見出しにしてたんですよ、ジャパンタイムズが。それでね私ねちょっとびっくりしてね、見直したんですよね、あこれあの本来だったら日本語の日本の新聞がねこうやって書くべきじゃないのって思ったんですよ、まさにクアッドができた時っていうのは日本のアジアへの回帰なんですよ、要するに第二次世界大戦での敗戦国だった日本がねまたアジアに戻るんだよという、そういう意味合いじゃないですか。でそのために安倍総理が出したそのアジアの民主的安全保障ダイヤモンドっていう論文があってね、それがベースになってクアッドになったわけだから、あの時のジャパンタイムズのスタンスというのは非常にね的確に状況を伝えてたんですよね。でところが日本の新聞そこまでやっぱり書かないですよね、ただ日本の何でしょうね、うん、あの本当になんかこう奥歯に物が臭いものに触るってはいけないような、そうそうそう、そう臭いものに触らない、それから奥歯に物が挟まったっていうか ね、だから物をね それ自体その対象をねの事実そのものを提示しないんですよ、うん、で何か解釈をつける、うんうん、全部ね、うん、その解釈ってのはフィルターでしょ、そうそうそう、
でそれはやっぱりあれだと思いますよ、あの日本が占領されてる時の、うん、それで検閲を受けていた時のメディアのその視点なんですよね、うん、アメリカに検閲されていた時の、うん、それでしか書かないんですよ。だからその時の伝統というか DNA がそれがずっとずっと続いてるんですよ、うん、それもそろそろもうだってもう主権回復して今年で70年ですよ、ね、だからちょうどそうかインドとだから国交結んでからちょうど70年って、日本がだから独立してインドとか真っ先に、うん、あの国交結んだわけですよね、うん、あのまあそういう意味で本当にですね日本に対する期待はすごく高いと思うんですよ、アジアの国々、やっぱり日本の軍事力技術それから日本人のまああの優秀さそういうことは評価していると思うんですよ。ただ問題は決断してくれない。そうですよ、だからそれはやっぱり政治家なんですよね、政治家なり官僚ですよ、だから国民一人一人に対してのねそういった信頼感なりその好意度というのはね、うん、それは高いですよね、アジアの国はね、うん、まあ、でもあの、まあ、そう言ってもですね結局こういうミニあの番組とか、はい、あのいろんな小さい、出版物とかのおかげで、今日本国の世論はね、うん、あのまあある意味で例えば中国に対して 87% はあんまりいい感じで持ってない。そうですね、そうなってますよね。あるいはその今回のボイコットに対して、うん、これはまああくまでも夕刊フジ系統の人たちのアンケートかもしれないけど、90%何%がボイコットすべきだとか。それはやっぱりですね、あの大新聞とか朝日新聞の去年の調査だと逆ですからね、ボイコットすべきでない方の方があのパーセントが高いですよ。ああそうですか、ええ、だからそこその辺はあの多分ですね結局やっぱりいくらこう隠しても漏れるんですよね、うん、そうですよね。だから国民も僕は少しずつですけど、うん、覚醒してきてるんじゃないかなと。それからあとはあの、まあ、先ほど先生もおっしゃったけど例えば選挙の時にあのずっと安倍政権の時は自民党強かったでしょ、はい、やっぱりだから国民もやっぱりね強いリーダーを望んでいると思うんですよ、そしてその安定した政治を望んでいると思うんですよ、うん、でそういう意味でもね本当あの岸田首相はもうちょっとその毅然とした、ね、態度をとってでしかも早くそうですよね、しかるべき時っていうのは今なんだから、もうとっくに去年ですよ、去年のうちにがしかるべき時だったのに、それができなかったわけでね、外交ボイコットもそうだし、対中非難決議もそうだし、だそうなると今、世界が激動していて、日本が最前線に立っているにもかかわらずですよ、世界中から呆れられますよね。もう少なくてもねこれからあの、まあ、文明の衝突というか、はい、あるいはその自由と独裁の対立というかあるいは軍事的なそのテンションあるというのはもう完全にもう中東から多分アジアにもう完全に移ってますから、その認識をもうちょっと日本がきちんと持つことが大事だと思うんです。そうですね、それがだから唯一あれですね、そのそういった国民の意識が日本の危機を救うね一つの道にしかならないですね、うん、それで政治家のお尻を引っ叩いたりあるいは蹴落としたり、それでもまだは分かんないやつだったらもうね、閣僚だとか総理大臣とかやってる資格ないんだということを国民がだから声を上げていかないとダメですね、それが唯一日本の危機を救う、まあ、それは幸いにして日本の場合には少なくても4年以内に1回は選挙がほぼあるわけですから、まあそうですね、だからそういう時に国民が4年じゃもう4年じゃ間に合わないですよ、できるから、今回のことについてはそうです、今の状況から言うと、ね、とても4年なんてだってあの東京オリンピックが終わったら台湾に軍事侵攻するという見方が結構今強まってますよ。あの一つだけやっぱり北京政府に対して評価って言っちゃ変ですけど一応有言実行ですよ本当に、あのチベットの時もあの中華人民共和国成立してすぐねこれからチベットを
まあ、彼らが言う解放するということを言ってきたんですよ。やったでしょ、ええ、それ台湾については言ってるじゃないですか、ええ、だから言ってるから僕は、ね、そういう意味でやると思うんですよ、ええ、ベトナムに対しても教訓を与えるという教訓は自分が受けたけどでもあの一応やりましたよ。そうですね、中越戦争をやりましたよね、ええ、だからあのそういう意味では多分ね、あの北京の方が一応あの言ったことは実行する。だから実行されたらどうなるのかっていうことを日本人は今考えなくちゃいけないわけです、ね、それね、でも今ねもう時間なくなってきましたけど、ペマさんの今の言葉はねものすごい説得力がありますね。有言実行って、それ、はい、チベット人、元チベット人の立場としてね、しかもお兄様が人民解放軍とのゲリラ戦、あのゲリラする前にも殺されました、ね、えそういう中でな捕まって、ね、え逮捕されて亡くなったって、そうそう、そういうあの射殺、一人は射殺、一人は餓死、はい、そういう過酷な状況から亡命された元チベット人と してのですね、ご発言というのはですね、中国は有言実行だ、これはねちょっと我々ねあの噛み締めて考える必要がありますね。あの先生、細かいことでちょっと時間を踏まえたけど、はいはい、例えばね、ええ、去年の9月頃習近平は、はい、これからあの彼青海省に行ったんですよ。で本来青海省ってないんです、アムドというところです。そうですね、チベットですよね、もともとそれで あそこの湖の名前を取って青海省になった、はい、でそこにいた時に彼はあのこれからウイグルとかチベットに対しては青海省を模範にするべきだと言いましたね。言いました、はい、でその後に英字新聞に対しては、はい、もうチベットって言葉を使っちゃいけないんです、シーザンって書かないです、うん、もうチベットって言うともう自治区のチベットもう禁区ですか、要するに禁区になってるです。これからインターネットとかそういうところでもチェックするわけです。もうだから完全にだから完全にどあのもう消そうとしてるす、抹殺ですよ。だからシーザンという名前で、ええ、英語で書くときはシーザン書けと、うん、でチベット書いてはならない。だからそれはまさにあれですよ、尖閣、尖閣って書いたらね、うん、あのダメだっていうのと同じですよね。似てますよ、うん、それからもう一つはこれから大中華民族を作るためには共通の言葉が必要だと、はい、だからもちろんその今子どもたちもね親から切り離して、はい、あの寄宿舎の学校に入れて。そうです、これ去年私あの、はい、読んだ記事でびっくりしました。あの、はい、ちょっとこれ画面を出していただきたいんですけど、はい、最後にね、はい、あのこの記事です。これはチベット そのメディアです、うん、のエイジメディアですからね。もう一つはあの仏教、社会主義的、中国の特質ある社会主義的仏教というのはそれじゃ仏教じゃないですよで何かというとね、ええ、結局あのお寺の人たちにも今愛国心を持たなければならないと、はい、で小さいお坊さんたちに愛国心教育をやってるんですよ。だからそういう意味でね、本当に中国は有言実行ですよ、うん、まあ、愛国心というと聞こえはいいですけども、要するに中国共産党を来賛しろということですからね。まさにそうです、はい、まあ、そういう勢力とあの我々はそういう全体主義とですね今戦っているんだと、その最前線に日本人がいるんだということをですねあのぜひ、なんか最前線というと先生戦っているように見えますよ。いや最前線ですよ今一番ね、ええ、やられるっていうかそのなんて言います、まあ、最前線だけど普通最前線と最前線で戦うんですか、いや今だから今少なくとも情報戦という中では最前線になってますよね、そうですね、はい、まあ、それを自覚することでなんとかこの危機をね乗り切って乗り切っていただきたいです、行こうと思います、はい、もうペマ先生本当はありがとうございました。ありがとうございました。非常にあのためになるお話で、いえとんでもないです。ありがとうございました。じゃ あの今日はこれで終わりにいたします。ありがとうございました、どうも。